こんにちは。2月の23日月曜日の日替わり竹部でございます。さて、週明けの東京ドル円相場でございますが、1ドル119円、まあ、ちょっとこの辺を行ったり来たりという言い方でしょうかね。118円台後半の方が、中心となって動いているという言い方の方が正しいのかもしれません。さて今回でございます、ちょっと2つほど資料を持ってご案内させていただこうかと思いますが、2つ持っておりますのは、まずこちら、持っておりますのはこれ、2月の21日の土曜日でございます。で、もうすでに皆さんご存知かと思いますが、ギリシャ問題ですね、いわゆるトロイカ、IMF、欧州安定基金、ECB などとの、まあ、いろんな交渉あったわけでございますが、どちらかというとこれ2月21日の土曜日の新聞には前に合いませんでした。日曜日の新聞の各新聞の方が出てるんですが、じゃあなんでこれ今これを持ってるのかというと、こちらの方のですね、ちょっとご覧になっていただければと思います。22面でございますけれども、もしよろしかったら、もうすでに FX お取り組みの方々は、知ってるよというふうにして言っていただけるかとは思いますが、ちょっとこちら、はい、ご覧になっていただければと思います。私は、まあ、為替バタ1本でございますけれども、FX っていいものですよっていうようなことを、こちらの方にちょっと書かせていただきました。この辺でございますね。岡さんオンライン証券の竹部というふうにしてこちらの方に書いてございますので、まあ、もしよろしかったらフル新聞になるかもしれませんが、ご覧になっていただければと思います。さて、でそれを宣伝したかったのかというとそういうことではございませんで、まあ、大変失礼でございますが、やはりマスメディアのこうした報道よりも、まあ、1日遅れ2日遅れでもゆっくりその解説文って出てくるわけでございますが、先ほどちょっとご案内させていただいたのは、結局、ギリシャ問題に関するユーロ圏の財務省、まあ、財務省会合どういった話になったのかと、で各種報道出ているかと思いますけども、実際はどういう内容だ、まあ、いろんな解説記事あるんですけども、実際にですね、どういうことだったのかというのを直接ご覧になるのがいいんじゃないかなと思いまして、ちょっとこちらの方をご案内させていただこうかと思います。はい、私は英語が苦手でございますので堂々と申し上げますが、中日欧州連合代表部というふうにして検索すれば、これもうすでに今どなたでもご覧になれます。もちろん、EU でも何でも英文の方が得意だという方もいらっしゃるかと思いますが、こちらちょっとアップにしましょうか。そうしますと、2月の20日というような EU ニュースで、ギリシャに関するユーロ圏財務省会合の声明というのが出ております。でこちらの方をクリックすると、なんで私は急に欧州中日連合代表部の宣伝をしなくちゃいけないのかよく分かりませんが、こういうような形でステートメントがちゃんと出てるんですね。こうしたところではそれぞれまあいろんな含みあろうかと思いますが、ぜひですねご自身で確認していただければと思います。そしていやいや日本語はやはり訳してるから英語の方が得意なんだという方はこちらの方英文ちゃんとご覧になれるところもあります。そうしますとこうしたステートメントがじゃじゃんと出てくるところでございます。ユーログループステートメントオングリースというふうにしてちゃんと出ておりますので、ぜひですね、まあ今後大きなポイントになってくるかと思います。継続するものだというふうにして見ておりますので、ぜひこちらの方をご覧になっていただければと思います。さてそこで今回のタイトルは1ユーロ140円と時限爆弾スイッチと、で要は竹部的に何を申し上げたいかというところなんですが、今般のこのギリシャ政府の問題はこちらの方にポイントというのはいくつか書かせていただきましたが、基本的には問題先送りというふうにして考えております。でまあ、足元でございますけども、今欧州連合を、まあ、救済措置に関してギリシャからというか、まあ、対応措置というんでしょうかね、こうしたものの構造改革案提出というものがなされて、これ今日付けでございますよね。でこうしたものが出てきて、これに対してユーロ圏財務省会合でまた協議されるわけですけども、内容が不十分だったよというような形になると、またまた速やかに緊急ユーロ圏財務省会合が開催される可能性が非常に強いというふうにして見ておりますので、継続的にこのやはりこれまあグリーンスパン元 FRB 議長のコメント以前紹介させていただきましたが、ずっとこれがまあある限りははらんでるんだよというところはやはりですね、認識しておく必要性があるんじゃないかなと思います。あくまでも先送りになったと、ちょっと竹部はネガティブすぎるんじゃないかなというふうにしてお叱り受けそうですが、事実としてこれはもう4ヶ月先送りになったよというだけでございますので、そうなりますとまた6月末に延長期限の終了というのが参ります。もちろんこれって並走して協議は並走してどうするんだというような形で協議していくというふうにして思いますが、ここで初めて各紙新聞報道などで見る限りですと、ギリシャとしては少しまあ妥協したんじゃないかというふうにして言われているところがやはり目立ちますね。そうなりますと目立つという言い方でするならば、アレクシー・ツイプラス首相、
これ当然、反緊縮というものに対して拳を掲げて選挙選ばれたわけでございますので、まあ、今後急に政局ギリシャ国内で政局どうなるかわからないところではございますけども、過度な妥協案というのは、本当に可能なのかなというふうにして考えます。さてそうなりますと、特にユーロ絡みですとユーロ円をお取り組みの方々が多いかと思いますが、今回ご案内させていただきますのはこれ週足の一目均衡表と、オシレーター系 RSI 相対力指数でございます。買われすぎ売られすぎというところであるんですけども、やはり、6月末に向けてなんですが、一目均衡表のこの雲140円水準超えたところをこれ超えていくことが果たしてできるのかどうかというところです。そして以前ちょっとご案内させていただきましたが、かなりざっくり感でございますが、直近最高値150円、そして最安値圏130円と値幅20円で足して2で割ったら10、要は140円水準が逆張りもしくは順張りでも、コスト的にはこの辺がちょうどコスト1というふうにしてなると、やはり140円水準というのは市場参加者、そう認識していらっしゃる方々が多いんじゃないかなというふうに思います。この1ユーロ140円水準をポーンと突き抜けていくようなギリシャ問題の進展があるのかどうか、こうした問題はですね、やはりちょっと6月末ぐらいまで桜が咲いて、そしてそれが終わって、その後ですね、そろそろ暑くなってきたねというぐらいまでちょっと続くんじゃないかなというふうにして見ております。ユーロ円お得り組の皆様方、ぜひですねその辺、まあ老婆心で竹部はネガティブすぎたよというふうにして、後でおしっかり受ける方が私は個人的には良かったというふうにして思うぐらいでございますので、十分ですねユーロ円お取り組みの際は、そうした、ギリシャリスクというのがまだ底流には潜んでいるということ、これを根底にですね、覚えておいていただいてお取り組みいただければというふうにして思います。そして本日月曜日でございますので、今週の重要指標というところでございますが、まずは月曜日、本日はちょっと流してというふうにして言うといきなり叱られそうでございますが、ただし今日この月曜日欧米勢が改めてでございます。まあ、この間ですね深夜にこのギリシャ問題の進展というのがありましたので、まあ、それなりに私は咀嚼してるんじゃないかなというふうにして思うんですが、ただしこのユーロ買い戻しというのも全面的にユーロ全面高になったわけではなくて、どちらかというと豪ドルなどの、まあ、リスクオン対象とされる通貨の方が強含んだのかなというところで、ユーロの動向がまだまだこれで終わったのか、それとももう一押しあるのかどうか、ちょっと今夜2月の23日はご注意していただければと思います。そして2月の24日でございますが、10月12月の国内総生産の GDP 改定値、これはドイツこちらの方から発表されますので、2月の24日までは、ユーロちょっと引きずるのかなというふうにして見ております。続きまして24日はですね、ちょっと2つに分けてご案内させていただこうかと思います。要は明日でございますけれども、東京時間先ほどドイツ、まあ、ドイツを東京時間というのはちょっと微妙なところでございますが、それが終わった後に、消費物価指数ユーロ圏のがあるんですが、一番のイベントとして考えておりますのはドラギ ECB の総裁のご発言と、そしてその後イエレン FRB 議長の議会証言というのが深夜にございます。これは2月と7月だったでしょうかね、年に2回、議会証言、金融政策に関する報告書というのを議会にします。でこれはどちらかというとイエレン FRB 議長ご自身の、まあ、考え方じゃないというとちょっと問題あるのかもしれませんが、あくまでも FRB の金融政策と、経済情勢に関する議会証言でございますが、ただし、つい先だっての1月の28日のFRB のこの議事録発表されました、利下げ観測に関して非常に慎重な姿勢、もしくはドル高においては輸出成功に少しマイナスなんだというような意見があったというものも、この議会証言の中において発言なされるのかどうか、もしくは、非常に、まあ、これは週刊レポートの方でも、ご案内させていただいたんですが、雇用統計の前、あのびっくりするような凄まじく雇用基盤が拡大していたねというふうにして認められた2月の6日、まさしくガチンコ雇用統計、させて実況ライブさせていただきましたが、あの時よりも前の時点での、FOMC での内容がついこの間話題になったわけでございますので、それを覆すような内容をするのかどうか、でこの利上げ観測においては年内から、まあ、年内最悪の場合は来年、早い見通しですと6月だ夏だというふうにして言われておりますが、そうしたものをおっしゃるのかどうか。でここで一つポイントとして見たいのは、現在ニューヨークダウが
史上最高知見で動いていると、利上げ観測を見せてですね、せっかく株高になっているものに冷水をかけるのかどうか、まあ、結果として冷水かけるのかどうか、これも微妙なところではございますが、コアインフレ率の低下だとかドル高もしくは原油価格の下落、そうしたものに、警戒感が示されていて、非常にハト派的な議事録だったものに対して、今般このギリシャ情勢、国際情勢なども進展しているというのも相まって、なんとご発言なされるのか、2月の24日の夜中でございます。これ十分ご注意をしていただければと思います。2月の25日でございますが、 HSBC、まあ、民間銀行の中国の指標がございますので、これ十分ご注意していただいて、豪ドルの動きご注意していただければと思います。でその後でございますが、夕刻になってカーニー英国中銀の発言があると、そしてもう一回、まあ、この辺はちょっと焼き直しになるのかもしれませんが、上院下院というにして分かれておりますので、イエレン FRB 議長またまた議会証言なされると、そしてほぼほぼ同じ時刻でございますが、ドラギ ECB 総裁の講演というものも予定されておりますので、ギリシャ情勢と合わせて ECB のスタンスというのが見せられるのかどうか、この辺はちょっとご注意をしていただければと思います。24日25日、まあ火曜日水曜日が山ですねという言い方になるんでしょうかね。水曜日からはこれは春節、旧正月の方も終わりますので、中国勢もマーケットには戻ってくるというところが2月の25日からでございます。2月の26日になりますと、どちらかというと、まあ、非常に細かい経済指標が多いのかなというところでございますので、2月の26日はこの辺はちょっと、まあ、竹部的にはあまり正直チェックしているところはございません。まあ、米国のですね、指標がないからという言い方にもなるのかもしれません。そして2月の26日はどちらかというと、日中よりも夜の方がずっとまあ、気の抜けない経済指標が多いのかなというところかと思いますので、この辺はご注意していただければと思います。2月の26日は、まあ、東京時間よりも夜の時間で、特にこの深夜になってきて、米国の消費物価指数などがぐーっと揃っているよというところでございますが、その前に英国のまたこれも GDP の改定値、こちらの方でポンドがどういった動きをするのかご注意していただければと思います。続きまして、今週最終日金曜日でございますが、本邦の消費物価指数が発表されます。つい先だってやはり金融緩和の必然性はというような形で問われて、継続して、まあ、今すぐに、追加緩和の必要性はないよというふうにしておっしゃっておりましたが、この消費物価指数が、現在予想値よりも少し、まあ、イーブンないしはちょっと弱めに出ているのかなというところでございますので、思惑もしくはマーケットが恣意的に催促するような動きを仕掛けてくるのかどうかというところが、今週末、最後の金曜日だというふうにして見ております。今週でございますけれども、まあ、月末ということでですね、どちらかというと需給を中心とした動きも出てくるのかなというふうにして思います。つい先だったでございますが、本邦から M&A 絡みでの、大きな報道などもございました。こういったものもそろそろ意識されるのかなというふうにして見ておりますが、一方で、少しずつではございますが、輸出成功の高まりもあるのかなというところでは、外貨を売って円転圧力というのも本邦大勢においては持ち込まれる可能性あろうかと思います。ドル円相場どういった方向いくのか、ちょっとイエレン証言発言次第という動きも出てくるかと思いますが、まだちょっと需給的には、買い遅れ組み、もしくはこの辺では買いたいなというような声が118円台アンダーぐらいから非常に強いと、こういう声がインターバンク市場から聞こえてくるところでございますが、さて思惑がどういった形になるのか、月末調整というものも含めてですね、お取り組みの際は十分リスク管理ご留意していただいて、いただければと思います。以上、2月の23日月曜日の日替わり竹部でございました。